さあ、いよいよフェリーに乗り込むということになりますね。さあ、また再出発、5分ぐらい待たされたでしょうか。はい、で、フェリーのね、2階みたいなところに入ってきますね。徐行って書いてありますが、下がすごい、あ、なるほど、あれでも大丈夫だよ、ここはね。声も揺れまーす。あ、なるほど、もう船の中に入ってしまいました。どこへ行くんでしょうかね。あ、なるほど、本当にぐるぐる回るような感じですね。いやー、これは初体験ですね。伊勢湾フェリーなんかこんなでかくないですからね。はいはい、おお、まだ上に行くのか、すごいな。びっくりですね。あ、これ坂道発進になるぞ。あ、大丈夫か、なんか止まってしまいました。まだ上に行くんですね、これで。よいしょ。ここで途中で止まると嫌ですからね。坂道の途中でございますが、こっちで、はい。はいはい。こっちですか。前までつけちゃって大丈夫ですか。あ、もっと右。はい。まっすぐで、はい。あ、はいはい。はい。あれ。はいはい、はい、いよいよ、はい、大丈夫ですか。もうちょっと、もうちょっと、はい、OK です。大丈夫です。はい、はい、入りました。じゃあ、フェリーの船の旅ということになりますね。
皆さんおはようございます。今日はですね、2022年5月11日ただいま5時半ごろになっておりますね、朝のね、名門太陽フェリー京都の朝を迎えております。現状ですね、小豆島のあたりかに来ておりますね。5時28分ということですね。ちょっと船内を回ってみましょうかね。いきなり自動販売機これだ。ありがちのゲームコーナーですね。でショップの方はまだ開いてないということでして、レストランのね、正面にありますが、こっちからも一応具合見えようかな。こんな感じです。あ、もうまだ何時ぐらいスタートかな、朝は6時40分か。運動ですね。ここ一応ですね、テレビのお部屋ですね、はい、じゃあちょっと上行ってみましょうかね。ここはまあこのフェリーのね、特徴であります、まあ、ロビールームかで、階段を上りまして奥にお風呂、昨日の晩ね、私も入りました。割とね、空いてて快適でしたね。こちらが展望ラウンジってなってますね。あ、ここに来ればよかったのか。なんか雨降ってんのかな。曇りですね。もう一個上行ってみましょうかね。上行ってみましょう。スイートルームが一番上8階にあるんですが、なるほど、そちらがね、スイートへ入っていく。あ、ここにも喫煙コーナーがあるんだ。なるほど。まあスイートほぼほぼ使ってないんでしょうね。で展望デッキがございます。ちょっと出てみましょうね。すごい風だった。だろう、そうだ、一応風はすごいんですが、皆さん聞こえていらっしゃるんでしょうかね。これ、あ、ちょっと雨降ってます。はい。あ、滑るし。一つ紹介を忘れました。私がね、ベッドのルームなんですが、よくいるのが、まあ、この船でかなりの時間を過ごしたのがここの、まあ、ロビーといいますか、ここでお酒を飲みましたし、今から、朝食を食べたいと思います。じゃあですね、部屋の紹介の方させていただきます。ツーリストクラスということでですね、まあ二寝台みたいな感じなんですよね。ゼロ
ちょっと電気つけてみましょう。こんな感じのお部屋で消します。雨の朝となっております。大阪南港の灯台、まあ、ここから港の中に入るんでしょうかね。さあ、車両甲板の方にやってまいりました。私の車はね、そこにあるんですよ。はい、じゃあ乗り込みたいと思います。降りるということになりますね。まだトラックいるんですけどもね。あ、下にも車がいる。あ、一番最初の車下に入れてたのか。なるほど。さあ動くでしょうかね。順番やっぱり待った順なんですね。結局降りる順番っていうのは。で、船の中を行きまして、またあれですかね、ガタガタ道路ですかね。はい、雨が降ってますね、やっぱりね。一応ですね、これ南港南のまあいわゆる阪神高速の入り口まで、行きたいと思いますのでね。
曲がれか。南湖南の道は左ですね。家出にはいかんのか。こりゃ簡単には出れそうもないっすね。阪神高速沿いに行けば多分出るんでしょうね、おそらくね。上を阪神高速の、高架が走っておりますが、もう赤になってしまいましたので、行けるのかな、出まんか。で左から入るんでしょうね、おそらくね。赤になってますからね。あ、違うんだ。あ、次か。うん、わからんぞ。どっから入るんだろう。まあ入れんかったらもう一周回しゃいいってことなんですけどね。多分右から入るんでしょう。これだとこの道で多分合ってると思います。こういう時にね、やっぱね、ナビがないと困るなっていうのがありますけどもね。まあ本来的には今、動画を撮影していなければね、ナビが使えるんですけども、まあしゃあないでしょう。これで行きましょう。あ、ニュートラムが走っていきました。入り口どこなんだろうね。阪神高速は左じゃねえか。おいおい、ナビがなくても行けましたが、本来だともう左に入りますよね、あそこでね。西専用一般の方が通行できます。じ
ゃあ、これで4号湾岸線に入りますんでね、入ったところで終了したいと思います。あ、普通に入りました。じゃあ、この動画、まあ、フェリー関連の動画になってると思いますが、これで、終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。